いやどうも、 NHK 大河ドラマ主人公真田左衛門佐幸村だ。さあ大阪の陣始まろうとしている中で、壮年期の衣装マントかっこよかったんですけど、特典である NHK 衣装、2016年大河ドラマ真田幸村の NHK 衣装に変えたので、これでいこう。馬も NHK、武器も真田信繁のやりという超 NHK 仕様でいきたいと思います。異常ないか。そうか。お、照澄さん、まあいいだろう。他誰かいるでしょう。まあ話しかけるか。幸村殿、この再会に感謝しましょう。照澄殿、再びお会いできてよかった。浮田様には沖の土下なことでしたが。へえ、お前に贈り物だとあげるわけないじゃん。あ、森近だ、森近。うわ、超速壁。あれあれあれ、誰だっけ、親っぽいわ。おお、雪村どんなやないかと。もはやお家最高の望みはこの戦に勝利するほかないのでな、森近殿。あ、来た来た。関ヶ原後の西軍諸大名。関ヶ原の戦い後、西軍に組みした大名家にはいずれも首厳しい処分が下されたと。上杉家は会津120万石から米沢30万石に、毛利家は安芸広島120万石から、長門小木は小木か萩か30万石弱に減封と。長宗我部家に至っては改易されたと。さあ、毛利輝元は本領安堵の条件に大阪城から退去したが、実際には改易寸前まで追い込まれたと。不運ですね。さあ工藤山での私腹の末、全然なんか読めないんだけど、今回戦あるか分かんないんですけど、ちょっとですね話しかけましょう。おう、後藤又兵衛は前もあったね。さあこの大阪浪人衆筆頭後藤又兵衛がおる限り徳は何度物の数ではないと言うね、君言うね。さあ僕の大好きな毛利勝長、幸村殿きっと来られると信じていた。さあ勝長は大阪の陣で大活躍する武将ですね。黒田長政からね、つい最近まで赤子のように思ってたのに、あの姿は勇ましいなどと言われるような武将ですね。茶々様、ご無沙汰しておりました。来たのですか、幸村。はい、お約束通り必ず茶々様をお守りいたします。これって NHK 衣装か。約束など。は、軍議が始まります、急ぎなさい。あ、違うね。なんだあれ。もうちょっと喜んでくれると思ったんですけどね。あれじゃまるで初めて会った頃の。そうですね、師匠とまで呼んでくれたのに。軍議に行ってまいる。これさ、前までの幸村の声ってさ、青年寄りなのかな。まずは機内を制圧し、少年寄りなのかな。その上で正常する徳川の軍を迎え撃つべきと存ずる。うん、これいいね。バカな、わざわざ撃って出るというのか。さあれが王の春永、まあ石田三成に亡き後豊臣家のね、その方向的な部分、分地的な部分を分地派がやっていたようなことを彼がやっていると。さよう、関東と西国との連携を断ち徳川軍を足止めいたします。さすれば西国の豊臣四子の諸大名も必ず。そのような危ういことができるか。大阪城は秀吉様の築かれたまさに金城鉄壁、難攻不落の名城であるぞ。無論それは承知しております。されど城の守りを過信されては、大阪城による限り徳川の軍など物の数ではない。何故自ら有利を捨てねばならぬ。
茶茶様もさような暴挙は望まれぬ。そうでございますな、茶茶様。任せます、茶茶様。では軍議は籠城と決まった。方々よろしいな。茶茶様も何、春長に任せんの？それはないな。茶茶様、どうなさってしまったのだ。私の NHK 衣装はどうなってしまったのだ。誰かこの町にずっといた人物がいれば、茶茶様があのように振る舞われる理由がわかるかもしれん。いる？そんな人。ネネ様もいないし、あ、赤い姫住んでたんだ、ずっと。あ、真田の。カイ殿、お久しぶりでございます。よかった、あなたはこちらにいてくださったのですね。うわー、渋い。いい男になっちゃって。じゃなくて、遅い、遅すぎる。あんた今まで何やってたの？面目ありません。何バカ言ってんの。雪村様のお立場を考えなさいよ。ここに来るのがどんだけ大変だったか。それはわかるけどさ、茶茶様のお気持ちを考えると。茶茶様はやはり私の地産をお怒りか。怒ってるんじゃないっつーの。なんでわかんないかな、この当変木。当変木。うん、わかってないのはあんたも一緒でしょ。なんで頭がそっちの方にしか働かないわけ。え、違うの？雪村がめちゃくちゃ混乱している。いいわ、もうこれからはしっかりやってよね。無論誠心誠意お使いいたします。ありがとうございます。何、何のお礼よ。そうして案じてくださるカイ殿がそばにいてくださり、チャチャ様も心強かったことでしょう。ダメよ、私なんて全然力不足。おや、熊姫が珍しくしようらしい。うっさい。関ヶ原の後ほんと見てらんなかったんだから、チャチャ様は。そうですね、親しい人たちが死んでいき、まあ、近しいか。で、雪村とかは改易されて、それ以来誰に対してもあんな感じだから。真田の。承知しています。今度こそチャチャ様を必ずお守りする。よし、よく言った。それじゃあこれまでのご無礼をお詫びします。真田幸村様、どうかよろしくお願いいたします。おお、おやめください、カイ殿。そのような。いえ、けじめですから。共にチャチャ様をお守りしましょう。はい。ちょ、今度からはね、左衛門の助と呼んでほしいですね。それにしても籠城か。強固な城といえど防ぎ方を考えればな。で、ごめん、みんな思い出した。前サスケの武器がね、あれじゃない、ねえ、ちょっと可愛らしかったから、それでここいじってたからなのかな。どうなんだろう。でも NPC に対してだから変わんないのかな。変わんないね、多分。まあ、いいやじゃん。どうなるかな。話しかけてこよう。もう一回話しかけんの？話しかけるんじゃなかったな、じゃあ。まったく。これだから戦の分かってない小僧が上に立つとよくねえんだ。又兵衛殿、口が過ぎるぞ。まあ、籠城が得策ではないことは私も同感だが。うん。さあ、我らに先はないと。まあ、決まっちまったものはしょうがねえ。勝つためにできることを考えねえとな。ならば籠城しながら打って出る策を考える必要がありそうだ。うん。さあ、そんな手あるだろうか。うん、雪村への期待がすごいね。さすが NHK の主人公だ。うん、森近はどうだろう。うん、うん、どうなされた。いや、籠城といっても周囲に取り台必要だろう。新たに作るにはどこがいいかと悩んでいたところだ。新しく砦を。ふむ、今あるものだけでは激しい戦をしられそうだからな。厳しいね。うん、こうやって意見を集めていって真田丸ができると。異常はありません。良い天気ですな。まあ、冬の陣か。
まあ、牢城は牢城なんですけど砦がいっぱいあるからね、連続して野戦が行われているような感じだよね。あ、くの市なんだ。どうした？ん？お耳に入れたいことがあると。この城南がちょっと弱そうです。まことか？うん、南は地続きで攻めやすくなっているな。ちょっとどうやって南方の弱点を補うか。おそらく大阪城の弱点である南方に砦を作り、そこで迎え撃つのが良さそうだなと。だがただの砦ではいけない、弾薬がたくさん必要になるな。おお、どうするの、集めんの？あ、雪村様。良い天気ですな。あ、テルズミ。異常はありません。ん？うん。いかがなされた？お、大量の弾薬を所望しているというのを踏み挟みましてな。ちょうど弾薬を調達しに行った渡辺殿、誰だ？忠助。槍の名手、槍の指南役として豊臣家に使えると。へえ。冬の陣では上杉海家と戦うが逆撃を受けて逃走、その逃げっぷりを強化で世にあざなわれた、あざわらわれたと。夏の陣では雪村と共に戦い、冬の陣の汚名をしのぐ活力を見せたと。まことか？やりようやん。ちょっと行ってくるよ。壮年期のこのかっこさ、雪村様見てこよう。まだね、 NHK 衣装で見れてないからね、完全に。これから市議さんにいて人と会う約束をしていると申してくれるか。いいけど。いいねいいね。サスケ暇そうだったもんね、さっき会話中なんか横でフラフラしてなかったか。参る。さあ声が渋くなりね、かっこいいところであるが、俺も行くよ、家族だもんな。モーションも変わってるらしいからね。その辺も期待だね。大阪城になかなか近づけない状態だが、近くまで弾薬を運んでくれている人がいる。弾薬ってあの出丸作りに必要ってこと？敵から奪っちゃえば戦力削げて一石二鳥じゃない？誰だろうな、それ分かってんのかな。案外豊臣恩子の武将が持ってきてる可能性もあるよね。あいつ絶対で火薬持ってるよ、いただいちゃおう。雪村様、妙案だな。おらおらおら、はあ、よしよし、見つけてやっちゃおうね。変わったかな。変わらないね。見つかってしまったか。こっちだね。じゃあ行く途中にいるってことか。そこはないだろう。下にいるかな。こっちにも道があるよね。めっちゃ道あるな。倒してるし。ここは何もないな。こっち、こっちいるかな。関係ない気がしながらも何か。あ、野球、お前か。うちの兵、あ、お前の兵だったんだ。ごめんごめん。いや、それはちょっとできないですね、申し訳ないけど。いい勝負ができそうだ。その程度か、負けちゃったねと。あ、承知した。なめた殿か、渡辺。そうやね。おお、真田殿、弾薬を調達したはいいものの、徳川の兵がうろうろしていて身動きが取れないんだ。取れなんだ。
これで終わりか。あ、こっちでよかったんだ。しまったね。あとは、宝禄か。じゃあ、あのまま進めばいたのか。さーて、行っちゃうよ。あと10人、どうせ最後の方にまとめているんだろう。お、好きだ金助殿。あなたは曝露淵砦を守備されていたのでは。なぜこのようなところにおられるのです。わしには大事な役目があるのじゃ。ごめん。あいつやばいな。絶対あれだ、あの代々侍って言われてるわ。薄代々だよお前なんか。え、もう戦ってんの。そうそう、10人くらいいそうだな。からの4コンボ目、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5。これないか、レベルが低いかな、アクションの。 OK、 全コンボ使ってよ。十分な量の弾薬が集まったな。これで目的も達成できよう。こんなにたくさんの弾薬どうすんのさ。量多すぎじゃない。いや、ちょうど良い量だ。早速戻ってデマルを完成させよう。なるほどね。まだ戦い始まってないよね。うん、あの金助はちょっとね、今度やらかす出来事の前振りというかを垣間見えたというような感じかな。要素の、あ、そういえばホラー街忘れてたね。あれ、ホラー街で武将解放できるけど、そんな機能も1ヶ月くらい忘れてたな。例えばこの大阪の陣、プレイアブルの武将雪村しかいなくないって思うんだけどね。え、雪村様。ねえサスケ、あのこの出丸か。この出丸があれば籠城しながらも敵に仕向けることができるようになる。へえ。この銃眼扉、銃眼とは敵を射撃するために壁や砦などに開けた穴のこと。もともとは弓矢を構えるために使った。様とも言う。そうだ、チヨに作られた銃眼砦は、銃眼砦を私なりに改良したものになっている。つまり雪村様と正幸様の合作、合作みたいなものってこと。うん、うん、そういうことになるんだろうか。真田の一族で作った出丸、それじゃあこいつは真田丸だね。良い考えだ。いい名前だな。真田丸、ここに完成か。お、大阪城は三方を川に囲まれた難攻不落の城。うん、かっこいいね。だが南が手薄、その唯一の弱点をこの出城が埋める。お、変わった変わった。真田丸ある限り我らは負けぬ。いや、ついに海戦か。次回戦いきそうだね。でも会議というか軍議短すぎないかな。あんだけで終わりなんだね。チョチョ様との絡みがもうちょっとあると思うんだけど、それがどうだろう。まだ、ああ真田丸戦記ずっておくかと。大阪城南方平野口に設営した出城と、大阪城三方を川などに囲まれた要害だが、南側だけは手薄であった。その弱点を補うため雪村が設営した第二次上田城合戦で、雪村の父正幸は徳川軍の大軍を翻弄した戦術の参考に様々な工夫が施されていると。これは単に大阪城の弱点を補強するためのものではなく、ものではなく、うん、歴を道、導き出してさ導き寄せてから歴をする攻撃のための出城であったと。大阪冬の陣において雪村はこの真田丸で文字通り獅子奮陣の活躍を見せると。なんかくせえな、裏切りの匂いがする。一番大切な時に士気が下がるような真似はさせねえ。おお、誰だ、ドイツのこと言っている。さあ、内通してるやつは結構いるから全員やるんかな。じゃあまた次回お会いしましょう。